この選手が松本に帰ってきました。元日本代表松本山雅に欠かせないこの選手の素顔から覗きます。昼徳をご覧の皆さん、松本市出身の田中海馬です。僕たちの、今年の目標は J1 昇格です。ぜひアルビンに来て最後まで諦めないで戦っている僕たちの姿を後押ししてください。よろしくお願いします。じゃあここからは松本山雅のホームタウン担当片山雅人さんと一緒にお伝えします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。片山さんもご存知の方多いと思いますが、はい、元山雅の選手で現在は地元の子供たちにサッカーを教えたり、はい、松本山雅のファンを一人でも増やすために幅広く活動していらっしゃいます。はい、さあ田中海馬選手から貴重なメッセージありましたけれども、はいはい、山が本当に好調ですね。そうですね、今年はね最初から調子がいいですよね、ここまでね。本当に気持ちいいサッカーしてますし、期待が大ですよね。はい、早速その好調の絡めといいますかね、はい、田中海馬選手から紹介していきます。田中海馬選手のプロフィールです。片山さん、田中海馬選手、はい、どんな選手ですか？真面目ですよね。こうサッカーに対してはもちろんですけど、こう日々の生活もそうですし、まあ、プロの模範となるような、ね、選手ですよね。はあ、J1 で豊富な経験もありますし、はい、現在31歳、はい、まあ、地元出身ということで非常にこう注目度が高い選手です、ね、人気もありますしね。来た時はもう一大ニュースになりましたもんね。いや本当に、ね、早見さん来るってのは僕も嬉しかったですけどね。あ、はい、そうなんですね。今日はそんな田中選手にですね、はいはい、こう大切にしている言葉を教えてもらいました。さあ行きますよ、はい、田中選手が大切にしている言葉を望みに。こちら田中海馬選手が試合中愛用しているスパイクです。はいはい、スパイクには3絆という文字が刻まれています。うん、まあ、選手ね、こうやってスパイクに、まあ、言葉であったり、まあ、家族の名前入れること多いんですけど、やっぱり海馬選手っぽいですよね。こう絆を大切にしてチーム全体で頑張ろうということだと思うんですよね。この絆という言葉に込められた意味を聞いたところですね、はい、こうサッカー選手というのはサポーターやチームメイト、そして家族、いろんな人の支えのもとにある、うん、ね、はい、なのでそれをこう大切にしなきゃいけないということで、はい、こう靴に刻んでいると話していました。なるほどね。多分おそらく背番号3も引き継いで松さんとの絆という意味でも3絆入れてると思うんですよね。なるほど、松田直樹選手ですね。そうですね、はい、まあ、そういうところが一つとっても、ね、本当に熱いプレーヤーだなという感じがしますね。はい、はい、さらにですね、はいはい、ちょっと見えてしまいましたけれども、松本出身のサッカー選手ということで、はいはい、今長野県でもね、たくさん将来 J リーガーになりたいなと思っている ね、お子さんたくさんいると思うので、はい、私田中海馬選手にサッカー選手になりたいお子さんにアドバイス聞いてみました。アドバイス、はい、大事です。いきます、はい、じゃじゃん、こちらです。まず一つ目、人より何十倍何百倍も練習すること、うん、そして二つ目は楽しんで練習することといただきました。まあ、本当にこうやっぱり人の、ね、何十倍も努力しないと、まあ、プロには近づけないってことと、うん、またその練習をいやいややるんじゃなくて楽しんで練習することに身につくのも多いんで、まあ、そういう意味で田中選手はそう言ったんじゃないですかね。私自分自身にもぐさっときたんですけれども、こう人と同じことをやっていれば、うん、こう人並み同じだからこう何十倍何百倍もやるんだよっていうのはかなりぐさっと、まあ、でもやっぱ楽しんでないとね、何事もダメだと思う。僕もそう思います、はいはい、楽しんでやっていくことが大事ですね、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、さらにサッカー選手には練習も大事ですね。もちろん食大事ですよね。非常に大事なことです、はいはい、田中海馬選手もすごい食生活をちゃんとしておりましたので、はい、今日は特別に夕食を見せていただきます。見せてもらえるんですか？もらっちゃいました。貴重ですね、これ。貴重です、はい、はい、こちらです。田中海馬選手の夕食です。これはあれですか、ホテルの食事ですか？いえ、これ自宅の夕食なんですよ。奥さんに作ってもらったということで、はいはい、この日のメニューが16穀米ご飯と、はい、鶏胸肉チャーシューと煮卵サラダ、ひじき、にんにくたっぷりのコラーゲンスープ、さらにフルーツ、低脂肪乳でした。私がね、はい、この中でね、望み見したいところがですね、望み見したいの、はい、にんにくたっぷりのこちらコラーゲンスープ。女子か。はい、コラーゲンスープ、これちゃんと意味がありまして、はいはい、このコラーゲンスープは肉離れとか、はい、筋肉系の怪我がないように飲んでいるということでした。いや、やっぱりそういう細かなところまで気を使う、いや本当すごいんですよ。脂身を取らないとか、うん、もう基本でね、早間さんの食生活っていうのを若い選手にももう真似してほしいですし、早間さん自体が、ね、こう40まで現役続けたいという、長いこと続けたいというのがあるんで、そういう意味からこういうちゃんとした食事をね、取っているのがありますね。
私あの食事のこだわりあるんですかっていう聞き方をしたんですけど、はいはい、こだわりというかもう当たり前のことを当たり前にやっている、うん、あこれは当たり前なんだよと、はい、そうなんです。なの で, うそ, うで、ね、こうその日の自分の体調に合わせたりしながら、はい、こう栄養士さんに相談して奥さんにしっかり作ってもらっているんだよという、いやもうやっぱそういう意味でやっぱ奥さんの力がでかいですよね。これは普通真似できないですけどね、なかなかちょっとでも近づけてほしいですね、現役 の, あの若手の選手はね。なんかいろんなこう食生活とかそういうところにもプロ意識っていうの、まあ、この写真の撮り方一つ撮ってもなんかプロやなって感じしますね。素人が撮ったら思わず暇でしたいです、はい、ここまで田中葉山選手紹介してきました、はい、さあ続いて2人目に紹介する選手ははいハンドです。はいハンドです、はい、まあ、ハンドなんですけれどもね、はい、こちらもうすぐ始まるブラジルワールドカップでも使う公式球ですね、はい、来ますね、ついにワールドカップが、はい、ワールドカップがついに来ます、はい、まあ、ブラジルといえば、はい、松本山雅にはサビア選手います、いますよね、はい、います。ですのでサビア選手2人目、はい、今日は紹介していきたいと思います。はい、サビア選手のプロフィールこちらです。はい、サビア選手どんな選手ですか。でもこの写真でもね物語ってるように非常にこう人懐っこくて、ね、はい、まあ、僕は年上なんですけど、はい、かなりもうチームに馴染むのが早かったですし、はい、陽気なプレイヤーですよ。まあ、試合になったら真面目なもう顔してゴール狙うんですけど、はい、日々 の, あの生活はこんないい顔してますね。とてもいい顔ですよね、はい、まあ、ただ片山さん、あのサビア選手、はい、髪型、そうですね、サビアとあの特徴ある、はい、髪型なんですけど、僕もちょっとサビアを意識してワールドカップ試合してしまいました。サビア選手あのご覧になってなんかなり、ね、気に入ってくれたみたいで、ね、はい、めっちゃかっこいいって言ってくれました、はい、サビア選手公認の髪型ということで、はい、そうです。タビア選手にはオフの過ごし方を見せてもらいました。知りたいですね、はい、はい、ではいきますよ、はいはい、タビア選手のオフショットをのぞみに。こちら4月に松本でお花見をした時の写真です。なんかこのサングラスかけてるのがサビアかな。はい、そうですね、もう今4人か、奥様と3人の子供、はいはい、なんか俳優みたいやね、はい、そうですね、かっこいいですよね。でこっちに映ってるメガネのがうちの通訳の西村ね、はい、はいはい、通訳の西村さんと一緒にね家族みんなでお花見に行ったということでした。さらにサビア選手のパワーの源になっているのが、はいはい、ブラジル食ということで、あこれうまいね、はい、俺も好きなんですよ、はい、この茶色い上のところにあるお豆のようなものがですね、はい、テジョンというブラジルの伝統料理で栄養たっぷり、これめっちゃうまいですよ。あどんな味なんですか。なんかね本当にパワーがこう出てくるような、俺めっちゃ好きですこれ。こういうのがねあのサビア選手のこうみなぎるパワーの源になっているんですね。さらにもう一枚見せていただきました、はいはい、こちらはパスタです。あ、まあまあ、トマトのパスタが大好きということでよくブラジル人パスタ好きなんですよ。うん、はい、さらに外ではこんなワイルドな食事をしています。やってる、ね、はい、はいはい、ブラジルでワールドカワールブラジルでバーベキューをした時の写真ですね。そんなサビア選手からもメッセージをもらっていますので、はい、ご覧いただきましょう。皆さんこんにちは、サビアです。見に来てね。はい ごめんなさい日本語わからないね。サビアです。próximo jogo venha ver, a gente vai jogar muito bem. ありがとうございます。サビア選手にはおしゃべりだねあのメッセージいただきましたけども、はい、こちらスタジオに用意していますのは、はい、サビア選手に教えてもらった、はい、こうブラジルで一般的にワールドカップとかサッカー観戦するときに用意する観戦アイテムだそうで、うん、こちらぜひ飲んでみてください。これは俺好きですよ。ガナナね。どんな味ですか。いやもうブラジルの味がしますブラジルの木の実が、うん、原料になっているということで、ちょっとあのジンジャーエールよりも少し甘みが強いサイダーですよね。俺もよく飲むやつ。さらにこうナッツとポップコーンを用意して、まあ、あの日本でなかなかブラジルワールドカップ応援にはいけませんけれども、こういうものを用意して、なるほどね、はい、応援してみてはいかがでしょうか。さらに忘れてはいけないのがブラジルワールドカップ期間中も山形の応援と、はい、はい、出さないでほしいですよね、はい、ぜひこういうものを用意して応援してみてはいかがでしょうか、はい、さあここまで片山さんとお伝えしてきました。この後全国の気象情報